続いて女子 400m ハードルの決勝が行われます。日本7位に近畿高校記録57秒09、京都高校記録57秒43、大会記録は59秒81です。では決勝に進出いたしました八村選手ご紹介申し上げます。第2レーン長谷川優太さん京都文京、第3レーン石山沙和さん京都西山、第4レーン須上風花さん京都工学院、第5レーン松尾有沙さん京都文京、第6レーン前川沙羅さん古賀、第7レーン井袋ちなみさん洛北、第8レーン今井夢さん西京、第9レーン中山瑞穂さん西洋洋。この8選手によりまして女子 400m ハードルの決勝です。松尾さん、どうも、石山さん。